こんにちは、あきよです。あいです。皆さんこんにちは、あきよです。今日は特別ゲストの方に来てもらいました。イエーイ。とりあえです。よろしくお願いします。今日はあいちゃんと2人で対談していきたいと思います。なんか仕事とかでもさ、あんまりやったことないよね、対談とか、なんかインタビューとか。あー、一回もない。一回もないかも。あいちゃんそもそもそんなになんかあれだもんね、対談とかなんかインタビューとかあんまり私も見たことがないので、今日いろいろなんか聞いていきたいなと楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。え、あいちゃんもなんか2個か3個質問とかしてくれたら嬉しいかも。質問後で。はい、わかりました。まあ、お昼食べながら行こう。はい、お昼食べながら話していきます。で、めちゃめちゃさ、超一般的なこと聞いていい？はい。初歩的なこと聞いていい？はい。え、愛ちゃんってどこでどうやってクライミング始めたの？最初は、ゼビオドームっていう、にピナクルっていうのがあって。あー、筑波の？ゼビオができた時に家族みんなでショッピングしに行ったらたまたま見つけて、へえー、体験しました。今のフライハイトがある場所ってことだよね。はい、そうです。へえー、それは何歳の時？6歳の時。え、小学校1年生ってこと？そうです。あ、そうなんだ。愛ちゃん弟いるじゃん。はい。弟は登れなかったよね。弟はまだ0歳でした。え、弟と6個も違うの？6個違います。あ、そうなんだ。あ、もうちょっと近いと思ってた。弟が0歳で、はい、愛ちゃん6歳の時に始めたんだ。はい。で、そこで何年か登って、で、スポーレも行き始めてみたいな。はい、その後スポーレに行きました。え、愛ちゃんのさ、一番最初のコンペっていつ？1年生で初めて2、3ヶ月ぐらいで出た、スポーレカップ。ああ。が初めて。スポーレコップね、私も出たことあるよ。え？小学校6年生か、中学校1年生の時に、中学校1年生かな。そう、初めて 13A 登れたのが、スポーレのコンペの決勝なの。やばいっしょ、あの一番の傾斜の壁で。そうなんだ。同じ大会にまさか出てるっていう。はい。ユースでなんかもう代表になったりとか、なんか日本でもうなんかジャパンカップとか出始めたのは？は、4年生です。長崎の時。え？ 4 年生で何に出たの、それって？のジャパンカップ。え？ジャパンカップって小学生出れるの？その時はなんかまだ年齢制限なくて。え？愛ちゃん小4の時ジャパンカップ出てたんだっけ？なんか5年生の時。5年生の時？5年生。え？マジ？え、あのさ、愛ちゃんとさ、初めてでさ、会ったのさ、ミュンヘンのワールドカップだよね。はい。はい、そうだよね。あれいつの時だろう？あれまだ小1か2だから初めて結構すぐ。あ、そうなんだ。はい、ミュンヘンに。愛ちゃんがなんかパパとかと見に来てくれてて、はい、え、パパの出張でヨーロッパかどっか行って、そのついでにミュンヘン来たの？はい、そうです。それで4人で見ました。すごい、その時初めて会って、で、その後なんか海外の、まあ、ある子の大会とかで日本人でなんかめっちゃ優勝してるみたいな女の子のなんかニュースかなんか見たのが、なんか初めてその愛ちゃんコンペでなんか見た時かもしれない。え、最初から結構コンペが好きだったの？最初から結構練習の方が好きでした。あ、練習の方が好きなんだ。はい。あ、それは今も？今もです。今も練習の方が好きなの？はい。あ、そうなんだ、意外なんだけど。力は試合の方が出るけど。あ、はい。なんで？練習の方が追い込めるからみたいな。もともと追い込むのは好きで、まあ、限界までできるのも練習だけだし、試合とかは
ミスとかしちゃうと、うん、それだけですごい順位が変わっちゃうから、一個一個は、ね、重視したくないから、自由に登れる方が好きです。あ、たくさん登りたいし、なんか追い込みたいし、満足するまでなんか練習したいみたいな。はい。へえ。子供の頃めっちゃ練習嫌いっていうか、練習しなかったから、練習するタイプじゃなかったから、練習の方が子供の頃から好きってすごいな。大会とか子供の頃から出てて、自分の中でこの大会がなんか印象に残ってるなとか、なんか愛ちゃんの中でこの大会がきっかけですごい自分変わったなとか、ターニングポイントになったなみたいな大会ってあるの？ターニングポイントは一番最初に出たマイリンゲンのボルダーのワールドカップで、え、超意外。なんか成績的には全然ダメで、でも初めて海外にそういうパワフルな課題触って、うん、全然力が足りないなっていうのをその時になんか国内では感じないような気持ちになって、うん、そこからすごい頑張ろうって思いました。あ、そうなんだ。それはなんかワールドユースとかではあんまり感じなかったけどってこと？はい、そのシニアの大会出て初めて思いました。やっぱ遠いなとか、遠いし、細かい技術っていうよりはすごい単純なジャンプ力とかパワーとか、そこはあんまり重視してなかったから、でももうその年のさ、3戦目くらいの中国ではさ、表彰台乗ってたじゃん。はい、最初に何戦か予選落ちしちゃって、その後決勝初めて残って、はい、で表彰台乗ったんだよね。はい、そうだよね。そっちじゃないんだ。そういうなんか初の表彰台とかかなって思ったけど、案外。あー、あれはなんか急に順位上がりすぎてちょっと受け入れられなかった。逆になるほどね。はい、そんなに強く印象に残ってるか。2019が初シニアの年。はい、でももう2019って世界選手権があって、はい、もうオリンピックの選考だったじゃん。はい、早くなかった？まず自分が世界選手権に出るっていう実感がまだ湧いてないうちに始まっちゃって、で思ったより決勝残ったりとかして、意外にオリンピック惜しかったなって感じだったから。あ、そこまでさ、世界選手権でなんか内定とかなんか何位とかあんまり狙ってたって感じじゃない？はい、全然、初めてだから楽しみだなくらいで、だから逆にびっくりしました。日本だったしね。はい、なんかワールドカップとか国内大会とかめっちゃ何回も、もう愛ちゃんと例えば優勝争いとかワールドカップとか出てるけど、はいはい、なんか秋の中で愛ちゃんの一番印象に残ったコンペって、はい、世界選手権のコンバインの予選のリードで。あー、覚えてないの？オレンジ色の、なんか秋の方が登るのは遅かったのかな、コンバインの予選の登る順番は多分遅かったから、完登したトライは見れてないんだけど、はい、なんかあのシチュエーションが一番なんか、愛ちゃんの今まで一緒に出たコンペで印象に残ってる。後から見たってことですか？後から見たとかじゃないんだけど、登りを見てるわけじゃないんだけど、うん、なんかあの時の愛ちゃんのリードが一番印象に残ってて、ボルダーでこけちゃって、まあスピードそんなにさ得意じゃないじゃん。はい、まあ秋代もスピードあんまり得意じゃないから、まあ、ボルダーとリードで巻き返さないと決勝とかまあいけないみたいなさ、はい、感じじゃん。はい、でなんかリードの前めっちゃ覚えてるのが、なんか愛ちゃんの場合もうコンバインのボルダーとであんまり良くなくて、でスピードはそんなに速くなかったじゃん。はい、もうリードで絶対1を取らないと決勝に行けないっていうシチュエーションだったじゃん。はい、っていうのをもうなんか最後のリードの前にも知ってたからみんな。はい、で秋代も、まあ、やんやいるしまあ瀬尾とかもいるし、もう何その時のなんかもうメンツ的にもなんか自分のなんかその愛ちゃんのなんかシチュエーション的にも、いや愛ちゃんリード強いし勝負強いけど、ここ
こで一人だけ1を取るって相当ハードル高いなって勝手に思ってて、あ、はい、で実際愛ちゃんだけさその予選の課題完登して、はい、そうです。で1位で決勝残ったじゃん、はい、めっちゃやばいと思ったその時。その時はもうあんまりなんかリアルに考えちゃうとすっごいガチガチになっちゃいそうだから、まあ、そうだよね、もう取らなきゃやばいみたいな感じじゃなくて、まあ、やばいってなってたけど、なんかもう通り越したっていうか、うんうん、もう混乱しすぎて、うんうんうん、どうなってもいいやっていう感じで、なってやったら登れて、たまたまリアンヤが落ちたから、すごい、もう信じられなかったけど。あの時のなんか愛ちゃんがリードで1位取って決勝残ったのマジで一番印象的で、このシチュエーションでなんか1位取れないと決勝残れないみたいな時に、なんかヤンヤとかもみんな登れてない課題完登するってマジでやばいなと思ったあの時がなんか一番うわ愛ちゃんって本当に勝負強いなって思ったんだよね。なんか登りを見たとかじゃなくて後ろで待ってて完登してわーってなってて、嘘でしょって感じで、待ってる時が一番ねビビったわ。運も良かったうーん逆に一番ショックだったコンペとかはもうめっちゃ落ち込んで立ち直れないかもみたいな、なったコンペとかある？それは去年の愛媛でやった CJC で、うんうん、あー、12月の、はい、決勝の大事なリードで、10手目くらいで足滑っちゃったやつだっけ、はい、初めてなんかああいう落ち方して、あ、そうなんだ。今まであんまりああいうミスで落ちたことなかったから、すごい、その時は結構リードにも自信あったし、あ、そうなんだ、登れるかもっていう気持ちもあったから、それは上ができなくてすごいショックでした。でも大体あれなんだね、上をなんか登りたかったけど登れなかったからショックみたいな感じなんだね。うん、まあ順位というよりは、課題をもっと触りたかったなって。すごい。逆になんかオリンピックの選考でとかなんかこのなんかなんとかでみたいなのでショックだったみたいなのはあんまりないの？まあ、2019年の世界選手権でとかっていうよりも結構そのいい登りができなくてみたいな方が印象に残ってるの。ああ、世界選手権は逆にあそこまでいけると思ってなかったから。あ、そうなんだ。準決勝でリード落ちちゃった時とかは、悔しかったけど、まあ、何日か経ってみてすごい決勝の舞台にも出れたし、オリンピックも惜しかったから。そうなの？なんか傍から見てるとなんか惜しかったっていうより絶対もうなんか、いけたでしょって思うけどな。いや自分では、美穂さんと野口さんがすごい飛び抜けてる感じがしてて。そうかな？全然そんなことないよ多分周りから見たら。でも自分から見たらもう、そうなんだ。コンペの目標とかあるの？ここで勝ちたいとか優勝、優勝したいとか、この大会は思い入れがあるとか。やっぱり次はパリオリンピックを目指して、まずはそこ一番に目指してて、その過程でワールドカップとか、世界選手権とか、国内だけじゃなくて海外のパワフルで距離のある課題とかにも対応して、なんかかっこいいクライマーになりたいなって思います。ワールドカップで優勝したいとかある？あります。やっぱリードでまずは優勝したい。リードもそうだし、ボルダーでも活躍したいなって思います。そうだよね、なんかまずはリードで優勝、するのがいいのかなって思うけどな、見てると。やっぱり、1回でもワールドカップって優勝するとすごい自信がつくし、本当にすごい自信がつくし、なんかそれだけなんか、まあ次負けちゃいけないとか決勝残らないとか表彰台は上んないとか、もちろんプレッシャーもなんかプレッシャーもどんどんなんかついてきちゃうけど、でも1回でも勝てたらめちゃめちゃなんか世界変わると思う。それはまだ感じたことない。優勝ってなんか全然2位と3位とは違うなって感じがします。
やっぱり優勝って違うと思うし、本当に。でもワールドカップってやっぱりあの7戦とかあるじゃん、リードだけでも、はい、だからチャンスがたくさんあるから、本当に自分のなんかあの調子が良くてピーキングがなんか合わせられて、はい、で課題の内容とも結構マッチしててみたいな、チャンスは絶対あると思う、前線出てたら。あ、はい、でなんかもし愛ちゃんから急に聞きたいこととか、なんか質問みたいなのがあれば、 あれば何でも答えます、はい、じゃあ、うん、結構ずっと日本のトップにいて、うんうん、まあ、いろんな人から期待を受けて、自分なんかより全然プレッシャー大きいと思うんですけど、はい、そういう時に、うん、なんかどうやって切り替えて、うん、ああいうオリンピックとか、うん、すごいかっこいいパフォーマンスができるんですか？切り替えてっていうのはどういうこと？切り替えてっていうか、うん、自分はプレッシャーが、うん、をその実際よりも感じすぎちゃってガチガチになっちゃったりとか、あんまりいい登りができないかったりするから、うん、そこでどうやって自分の実力を出し切ってるのかなって思ったんですけど、なんか多分傍から見てたらプレッシャーとかめっちゃあるけど、なんかその切り替えてっていうか、それでなんかうまくいってるって思ってもらえてるかもしれないけど、多分全然あんまりうまくいってない。自分の中ではなんか全然なんかあのうまくいってないなって思う。オリンピックもまああの最終的にはまああのまあメダルは取れたけど、やっぱり本当にまあ金メダル取りたかったし、ボルダーの決勝だってもっと登りたかったし、もっといい登りできたなって思うし、スピードだって練習の時の方がタイムが出てたし、実際なんかオリンピックのその日よりも1週間前くらいの方が本当に調子が良くて、スピードも良かったし、なんかボルダーもリードもなんかオリンピックの当日よりも調子が良かったね。でもやっぱり直前になんかまあ1週間前くらいからホテルに入ったんだけど、やっぱりホテルに入ってまあ自分の環境が変わったりとか、まあ選手村とか行ってたらなんかもう本当にオリンピックなんだなっていう気持ちになってきちゃって、うん、実際最後はなんかメンタル的にあんまり良くない状態で大会出ちゃったなって思ってるし、なんかまあオリンピック自体クライミングにとって初めてだったじゃない、はい、誰もうまくいってなかった多分。あ、なんか一緒に出ててこの人めっちゃうまくいってるなって人誰もいなかった。クライミング界にとってはオリンピック初めてだったじゃん。だから先輩でオリンピックに出てる人とかクライミングのオリンピックを見たこととかがないから、今回みんなやっぱりそのイメージができなかったし、その実際になんかオリンピックのことを誰も教えてくれなかったから難しかったって思った、勝手に。あ、逆にその一期生、初めての一期生オリンピック一期生一期生として言い方が可愛いんだけど、なんかそれ出たことで学んだこととかあるんですか？うんうん、あ、清が学んだこと、はい、ある。それはめちゃめちゃたくさんある。やっぱり4年に1回の大会ってこういうその重みとかなんかあの周期なんだなってのもある程度分かったし、オリンピック2回目出る時ってやっぱりちょっと余裕あるよね。前回のオリンピックの反省を生かしてこうしようみたいな工夫ももちろんできると思うし、だから次のやっぱ2回目以降はまた全然違うのかなって思う。すっごい話変わるけど、はい、毎日プロとして、うん、うんうんうん、クライミングやってて、うん、息抜きとかは何をやってるんですか？なんかね、結構その質問ね難しいんだけど、実際には本当に息抜きできてたかって言われたら、なんか無理やりしてるけど本当になんかストレスがない時はなかった。オリンピック前めちゃめちゃプレッシャーとか緊張もあったけど、そういうのはそんなに嫌いじゃなかった。でもなかなか他のこととかをやってたら感じられないことだなって思ってたから、やっぱりなかなかその人に期待してもらえることってないじゃん。はい、ないです。スポーツとかクライミングとかあとはオリンピックとかに出れることも本当に光栄だなって思ってたし、自分がなんかこういう立場でいられて嬉しいなって思ったから、そうだね、なんかもう辛いんだけど、その時はもちろん辛いんだけど、でもなんか、他の人にはできない経験させてもらってるんだから頑張ろうって思ってたかな。あ、じゃあ途中で逃げ出したくなったりとかはなかったですか？いっぱいあった。いっぱいあった。
何回もあったし、もうなんかやめたいなんじゃないけど、うん、逃げ出したいなって思ってたけど、実際にでも逃げれるわけじゃないし、逃げても後悔するし、そう、それで練習サボって後からなんか本当に後悔するのは自分だから、いい登りできたり練習でなんか充実したりするのが一番なんか幸せだったかな。今日も頑張ったなとか、あ、自分成長できてるなみたいなのがなんかもう本当ご褒美みたいな感じだったから、自分があんまりうまくいってないと、うんうん、周りの人がすっごい充実してるように見えちゃって、わかる、それはある絶対。それでどんどん落ち込んでっちゃったりするから、あ、みんなでもあんまり読み悩んでる時期があるって思ったら、うん、結構楽になります。そうだよね。なんかしかももう SNS とか見てると、みんなやっぱりその完登した瞬間とかうまくいった動画とか、まあ、出すじゃん、はい、それ見てると、わ、この人めっちゃうまいとかめっちゃうまくいってるって見えるけど、実際そんなのなんか見えてるのなんて本当に成功した一瞬で、そこまでその人がどれだけ苦労してるかとか何十トライしてるかとかは分かんないじゃん、はい、だからあんまりなんか当てにしなかったかな。なんか大会でそのことができるかどうかとか、そのなんかやばいシチュエーションで力を出せるかどうかとか、うん、そっちの方が大事だと思ってたから。あ、じゃあ最後に質問、はい、愛ちゃんの一番大きい夢って何なの？一番大きい夢、うん、大会というよりは、うん、まあ、一生死ぬまでクライミング続けて、うん、その始めた頃のワクワクしたクライミングが好きですとか、うんうんうん、をずっと持ち続けて、うん、死ぬこと。おお、すごい。もうとことんクライミングが好きなんだね。はい。すごい素敵。その途中でなんかオリンピックとか出たり、ワールドカップで優勝とかできたらいいなみたいな。はい、あくまで途中でそういうのがあって、うん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 、それを通して一生でクライミングを楽しんでいきたいと思ってます。すごい。今のところ達成できてる？たまに嫌だなってなっちゃう時はあるけど、うん、結局その悔しんでいるのも楽しいなって思って、うん、今はとりあえず大好きです。おお、いいね、いいですね。はい、はい、じゃあ最後に一個、愛ちゃんにサプライズでずっとお願いされていたちょっとメダルを見せたいと思います。ちょっと、ね、もっと本当は大きい箱に入ってるんだけど、これ持ち運び用の袋で、見たことあるオリンピックのメダル？いや、実際にはない。本当？じゃじゃん、もう4ヶ月経っちゃいましたけど、どうぞ。ありがとうございます。重たい。重くない？すっごい重たいです、ね、なんかね、今までで一番大きくて重いメダルで、なんか思ってたより分厚いね。そうなの、なんか前見たメダル本当にこんなちっちゃくって、正面から見てると薄く見えるんですけど、こうやって見ると、そう、ここにね、競技名も入ってるの、スポーツクライミング女子コン、うん、どうですか？すごい、自分も撮りたいなって思いました。今本当？はい、見せたり写真撮った人には、あ、かけていいですよって言うんだけど、愛ちゃんはこれは自分でかけてください。はい、頑張ります。ちょっとパリ終わったら見せてほしいな。パリ終わったら見せてもらう、ちょっと一緒に写真撮りたいな。撮りたい。3年後楽しみにしててください。はい、違う、楽しみにしててくださいっていう、3年後楽しみにしててください。このいいとこじゃないですか。もう終盤ですよ。今ちょっとメダルをサプライズで愛ちゃんに見てもらって、
重たかったです。3年後に一緒にメダルを持って写真を撮る約束をしました。めちゃんもっといい色のメダル見せてね。金色、うん、金色目指して頑張ります、はい、金色で一緒に写真を撮ってください。私とはい、めちゃんなら行きますね。はい、楽しみにしています。よかった、メダル見たら愛ちゃんも撮りたいって言ってくれたから。最後どうやって締めようかな。ということで愛ちゃんと今回初めて対談をしたんだけど、どうだった？すごい貴重な体験とか知らなかったこととか聞かせてもらえてすごい参考になったし真面目な回になっちゃっただいぶ。今回こういう機会で聞けてよかったです。本当？でもなんか愛ちゃんのことすごいなんか一方的に知ってるつもりっていうか、いっぱいなんか一緒に戦ったり、まあ、登ったりしてたからすごい知ってるつもりになったけど、結構意外だったな、いろいろ、うん、違うところあったかも、うん、考え方、うんうん、まあ、考え方とか本当になんか判断の仕方とかもそうだし、うんうん、愛ちゃんのことをたくさん知れました。はい、そしてこれからも応援していきたいと思います。愛ちゃんまた出てくれますか？はい、ぜひお願いします、はい、また対談したりクライミングしたりこれからも出てもらいたいと思います。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。俺もリベンジするからそうだよ、トマも持久力対決ちくわで勝てる心配になった